アカデミー賞でロバート・ダウニー・ジュニアという俳優がアジア系俳優の司会者だったりで失礼な態度を取っていましたが、あれは多くの人にとって当たり前の差別的な態度でしょうか。いや、別に僕はあれ差別的な態度だとは思わないんですよね。他の人ほど熱心にハグをしなかったっていうのであれば、その人に熱心にハグをしなかったというだけで、別にそれは差別ではないんですよ。例えばじゃあ、その、僕の友達と仲のいい友達と、なんかどうでもいいひげ親父っていうのがいて、仲のいい友達がいて、お久しぶりって言って、どうでもいいひげ親父とか、あっていうので、だったとして、それは差別ではないんですよ。要は差別というのはマイナスの行動をしたことであって、その挨拶をきちんとしなかったはプラスが大きくないというだけで、ただちょっとしたプラスってあると。で、他の人は20のプラスでも、この人は3のプラスでも、これは差別ではないんですよ。単にその人の選択肢なんですよ。死んだ魚をしてあるデブなひげ親父さんに対して、なんか死ねクソデブみたいなことを言ったら、それは失礼だから差別だ、マイナスをしたから。なので、あくまでそのマイナスをした差別ではなくて、別に人によって対応が違うっていうだけだと思うんですよ。で、別にそれが好き嫌いなのかどうかわからんけど、別に対応が違うけど、じゃあその対応が何か悪意のある行為でマイナスなのかっていうと、別に普通じゃんっていうだけだと思うんですけどね。